甲子園って聖地だと思うんですよ。高校生が野球やってたら全員がそこに行きたい、そこを目指すっていうのがロマンであって、まあ本当にメジャーリーグで言ったらワールドシリーズみたいな場所なので、しかもトーナメントで一発勝負で一回負けたらそれで終わり、まあ、甲子園に行くまでがやっぱ本当に大変なのかなっていう。甲子園っていうこの3文字本当いろんな思いが詰まってるので。松坂コールが起きています。昨日250球投げているピッチャーです。必ずこのヒーローというものが登場するんですね。